パレスチナ人はパレスチナ地方に居住するアラブ人を独立した民族として捉えた場合の故障。語源はペリシテ人だが直接の関係はない。イスラエルはパレスチナ人を指してもっぱらアラブ人を用いるが民族的にアラブ人と同一であってもユダヤ教徒なら宗教的にはユダヤ人と呼ばれる。そのためイスラエルへの対抗として パレスチナ人に対してアラブ人の故障を使わないようにする呼びかけもある。シオニズムに基づいた欧米からのユダヤ人の再入植活動が本格化する以前からこの地域に居住していたアラブ人を指す。東ローマ帝国地下のヘブライ人やサマリア人などの子孫がアラブ人の征服によって次第にイスラムに改宗し言語的にアラブ化したのが パレスチナ人の起源である。ローマ帝国による征服以来、パレスチナは大国の半都内に組み込まれ続けており、また三大陸の結節圏に位置する交通の要衝として、人の往来や戦役も多く、様々な民族と根血している。現在、パレスチナに在住するパレスチナ人は約400万人、ヨルダン在住の難民が300万人、 その他の国への移民や難民を含めると約940万人であると言われる。ありがとうございます。